はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日の昼食は水餃子でございます。それと、レンコンとね、豆腐の生姜スープでーす。はい、えー、皆様ね、えー、ご機嫌いかがでしょうかお昼の雑談です。えっ、ー、とですね、えー、お昼なのでね、ちょっと軽い話題にしますね。あのー、例のね、あのー、替え歌ですね。 非常に面白いのがいくつかありましたので、えー、皆さんに分かち合いたいと思いました。はい。例のね、スパイク節。はい。あれもね、多分あのー、もう一回ね、その部分だけ聞きたいっていう人もいらっしゃると思うので、あちらの方もご紹介しますね。大変楽しいですよー。はい。もう一つはね、別のです。はい。<laughs> 南春尾でございますですね。はい。 こういうね、替え歌をね、えー、たくさん作ってね、えー、面白いですよね。<laughs> はい。えー、たまにはね、こういう愉快な気分になるものをね、えー、見てね、気分転換しないと、はい。あとね、あと、ドレミの歌の替え歌ですね。ドレミの歌、はい。はい、ドレミの歌の替え歌です。 はい。これも面白いんでね。一応あのー、コメ欄にでもね、コメコメのところでもね、えー、置いてきますので。はい。皆さん見に行ってください。面白いですよ、本当に。はい。たまにはね、こういう、あのー、歌なんかを聴いてね。 息抜きしないと爆笑タイムをしないとね、えー、良くないと思うのでね、やっぱりね、えー、いろいろね考えることたくさんあるんですけど、楽しく過ごすのがやっぱり一番だと思います。はい、というわけです。皆さんはね、えー、今日はどういうお昼タイムを過ごすんでしょうかということで、今日はちょっとね、 水餃子にしました。はい。それではね、皆さんまた、あごきげんよ。お、次はね、あの、例の2022年のね、いくつかあの、動画があったんで、いろいろ見比べています。あの、二つぐらいね、紹介したいと思います。はい。それでは皆さんまた、ごきげんよう。沖縄おばばでした。